が合皮の戦を語るか。魏が貨幣で呉の大軍を破った戦いですね。魏の名将張良の働きが大きかったとか。いや、それはやり方次第だ。張良殿がいなくてもどうにかならず。あんた俺に代わって説明してくれるかい。張良殿がいなくても勝てるってことをね。敵は貨幣、名のある将も不在だ。今こそ合皮の地を手に入れる。呉軍の兵力は我が魏軍の数倍ですが、勝敗は兵数では決まりませんぞ。これ以上敵の数を増やしてはなりません。橋を落とし増援を断ちましょう。これで敵の増援を防げます。ひとまず安心ですな。伝令、味方補給部隊間もなく到着します。補給部隊の進路が敵拠点に塞がれています。到着前に野手を切り開きましょう。敵に補給の機会を与えてはならぬ。拠点の防備に徹せよ。敵将は大きな討ち取りました。補給線を確保できましたら、これで味方の士気も上がりましょう。先方が撃破されただと。敵には腕の立つ将がいるというのか。やってみせる。敵将は僕が討ち取りました。橋を落とされるとは。後手後手に回っているな。
我が盛況なる将兵らを倒してくれたならば、おさとる私が貴様を倒すまでよ。ここで倒れるわけにはいかんな。退却する。前に伏兵を用意していたとは。この窮地、なんとか切り抜けましょう。やってみせる。なんとかしのぎましたね。残すは敵本陣、勝利は目前です。ソングのトラウマを引き払う。味合わせてやろう。見事な戦いでしたが、まさかあの大軍勢を破ってしまうとは。はあ、この俺が読み違えるなんてね。あの戦、やっぱり名将の力が必要だったか。長領殿なしでも義は勝利できました。しかしそれはあなたの分があったからこそ。知略だけでなく武にも長けているか。まったく大した御人だよ。君は医療で職軍を破ったそうだな。赤壁の戦に並ぶ大逆転劇だったと聞いている。いえ、私はただ利用しただけです。義兄弟を討たれた劉備殿の強い憎しみ。
諸国の大軍に味方も甚大な被害を受けた。リクソンがいなければ負けていただろう。被害を抑えながら劣勢を覆す不利な戦。諸軍は勢いに任せて軍勢を伸ばしすぎたな。そろそろ攻勢に移るとしよう。今こそ敵を乱す好機です。主戦殿、火計の準備をお願いします。お任せあれ。敵の本陣は目前、一気に攻め抜けるぞ。敵将撃ち取ったり。諸軍は勢いに任せて
軍勢を伸ばしすぎたな。そろそろ攻勢に移るとしよう。今こそ敵を乱す好機です。主戦殿、家計の準備をお願いします。お任せあれ。敵の本陣は目前、一気に攻め込むぞ。さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。ここはお逃げください。しかし、いや、チョウ、しまる。はっ、行きます。
相手は諸葛亮先生。この仕掛け一筋縄ではいかないでしょう。壊し方に秘密がありそうですね。先に進むことは、この手の支流を倒してみよう。敵将は僕に出し取りました。手間取っては職軍の思うつぼ。急ぎ脱出するのだ。
ましたか。敵にも知恵が回る者がいるようですね。最後の策を使おうとしましょう。悪天神に集結してください。あなたの知恵を見せていただきましょう。はっ、やってみせる。私の知力で打開しましょう。Yeah.
ヘイッハン。やってみせる。Thank you.
食軍は勢いに任せて軍勢を伸ばしすぎたな。そろそろ攻勢に移るとしよう。今こそ敵を乱す好機です。主戦殿、家計の準備をお願いします。お任せあれ。敵の本陣は目前、一気に攻め込むぞ。ここはお逃げください。しかし、いや、ちょ、すまぬ。形勢が逆転しましたか。ですが、簡単には通しませんよ。相手は諸葛亮先生。この仕掛け、一筋縄ではいかないでしょう。先に進みたくば、この敵を支流を回してみよう。
手間取っては職軍の思うつぼ。急ぎ脱出するのだ。しまっているな。敵将は僕が討ち取りました。君には驚かされる。想像以上の戦いぶりだった。あの赤兵八陣の攻略法、私は思いつきもしませんでした。
私もリクソンも大いに学ばせてもらった。論議に参加した甲斐があったというものだ。息子たちに阻まれた気分はどうだ。だがあと一歩だったのだ。もう少しで上将の志を果たせたはず。あと一歩だと、己の爪の甘さに気づいておらぬとはな。お前が教えてやれ、脅威と我が息子たちとの決定的な差が。諸君、証拠にもなく攻めてきた。己の無能さを思い知らせてやれ。芝一族の戦王により義は弱体化している。者ども恐れず進め。笑わせ。兵数は諸君が有利、兵の質は明らかにこちらの方が上だ。敵将は僕が討ち取りました。この程度、我らに刃を抜けたことを後悔させてやろう。敵将は僕が討ち取りました。はっ、小賢しい真似をする。慌てるな。この程度で我らの勝利は揺るがぬ。よし、岩で孤立した部隊を叩くのだ。その後敵本陣へ攻め込む。やってみせる。本陣が危険か。急ぎ守らなくて。敵将は僕が討ち取りました。
子その調子。さすがは芝居の調子だが、策はまだ尽きていないぞ。よし、次の策に移る。エンド射隊攻撃開始。敵前線を崩せ。今副兵と次は連動者、焦っては敵の思うつもりだ。冷静に確保破壊せよ。私に知恵をお貸しください。
ついていない。この命尽きようとも火を打ってみせる。この程度か。Thank you.
行ですわね。